バッテラストリートパブロ決めにしよう。バッテラストリートで今日もパブロを振る。パブロ波江出陣じゃ。波江はパブロの凄さを伝えるためにスプラワンからやってきたパブロ界のクイーンでございますよ。さて縄張りバトル、まずあー波江、波江なんということだ。2になっても泳ぎを覚えることなかった波江、泳ぎなど不要。波江悪魔の実の能力者説明した。波々の実、波々の絵、波々の実、パブロの実の能力者。わあ！おお！死ねー！くそ！くそがー！あんのクソガキ！許さねえぞこらおい！くそ！それでもどうしても殺さなければいけない理由が波江にはあった。あいつ殺すわ、あのクソチャージャー。チャージャー出てくのがいい。パブロ波江様だ。チャージャーは私のカモだ。チャージャー狩りのパブロ波江チャローラーだ。おいよ、そんなゴミみてえなローラーの使い方してよ、当たるわけねえだろこれ。おい出てこんかい、あれおい、あ、死んどるやないかい。くそ、たけしに裏切られた。おい、チャージャーチャージャー、わあいやあいやあ、うー、悔しいね、悔しいね、残念だったね。もう、いや、波江にはかなわねえ。チャージャー狩りの異名が、アムロ波江、波江逃げろ、アムロ波江、パブロ波江、アムロ波江、うるるる、あ、くそが。次の狙いはあのプロモデラーを持ったクソガキか。いいでしょう。このパブロ波江を怒らせた代償を思い知らせてあげましょう。パブロの怒り、パブロの怒り、たけし、たけし、なぜ波江を裏切り敵軍にいるのだ。不仲説出たの、波江とたけしの不仲。うわーやばーやばーやばー、イタチ許せサスケ、許せサスケ、イタチくっそくっそ、またあの野郎かよ。くっそ、波江とたけしは、ね、音楽性の違いから分かれましたね。そうなんでございますよ。なんということ、あるるるるるるあチャージャーチャージャーどこを狙っている、チャージャー。あぶねえ、ローラーが来てるな。こっちにおびき寄せて狩ることにするか。来いよ底辺ローラーがよ、当たるかよそんな攻撃。最後に狩れ、最後暗い、あぶねえ、波江、波江、うわー波江、波江、いやーこれどうだ、ちょっと押されたか最後。ナミエー、なんということだパブロナミエー。まだだ、こんなものじゃ終わらん、終わらんよ。ナミエの伝説、パブロナミエ伝説はこんなところじゃ終わらん、終わらんよ。バッテラストリート、バッテラストリート、はい、バッテラストリート、はい、パブロナミエ爆弾、インクリングの体の仕組み一体どうなってるの説。実はこのインクめちゃくちゃ危ない素材説出てきてるよね。この中に潜れるってね、ダークマターか何かでできているのではないでしょうか。いるな小僧、誰に向かって、おい、いるな、チャージャーが二人もいるね。バイグッバイグッバイグッバイクソエイムたち、さよならだよさよならだよ、バイバイ。塗り絵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 、パブロの塗り力を生かして着々と縄張りを広げる女波江。ここはあたいの縄張りだよ、あんたたちや、出てってくれないかね。お、チャージャー狙えや、おい狙ってるね、来いよチャージャー、上にいんだろ、おい殺してやるよ、今殺してやるよ、チャージャーチャージャー、夜二人揃って逃げるのかい、チャージャー、やばい、こらえ、いや、くそがマジか
そげーてめえかよ、またよ、そのご自慢の銀の銃であたいを殺すとは、いい度胸だね、いい度胸だね。チャージャー、狩りの時間だぜ、チャージャー、殺しに来たぜ、不吉を届けに来たぜ、チャージャー、チャージャー、夏美やってくれたな、おい許せねえ、おい、チャージャー上がりの異名を持つ、この何兄さんを、よく、まだは領土を広げる、まだは領土を広げる、そして、奴らの逃げる面積をなくしてから波を挟みさせてもらう。ここはちょっと一時引けたな、数が多すぎる、これではちょっと手が出せない。スーパー着地を手に入れた波へ。わあ、ファイ、ファイ、グッバイ夏美。あの世でアンパンマンの街でも歌ってね。ああ、そうだ。だから敵を撃ってくれた。味方が敵撃ち、敵撃ち。おら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 お最後に撃ち抜いてみろー。くっそが、危なかったぜ。だがこの戦いにもらった復讐は果たさせてもらったぞ。これがパブロナミエ様の力だよ。へへへ、パブロナミエ最強、ナミエ最強、ジーク入る、パブロジーク入る、ナミエ、ナミエ最強、パブロ最強、スプラ界最強の女ナミエ、着実に力を取り戻していく、いく、ランク10になるまでもう少し待っとけよ、ガチマッチ、世界を進化させる女ナミエ。